花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。ということで、もう桜のね季節になってまいりましたけどもですね、いかがでしょう、松下としみさん。はい、じゃこのマイクちょっと使いましょうか。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、こんにちは。はい、もう暖かいですね。今年の今週中ぐらいにもう桜咲くんじゃない、もう咲いてるところはあるよね。うん、あ、早速ねちょっとね、はい、今日ははい、お客様をご紹介しましょう。はい、ロックバンドっていうか3ピースのねバンドでね、はい、僕も楽しみにしてましたけどもですね、アウルズのお二人です。イエイ、はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。北川剛さんですか。こんにちは、北川剛です。剛さんですね、はい、北川剛さんと、あなたは誰でしたっけ。いや、また忘れたんですか。もう赤井浩二郎と申します。ね、赤井浩二郎ベースの方ですね。はいはい、このバンドはあれですか、アウルズってやっぱフクロウのね、北川さんお好きなのね。僕は北海道にドラマがもしの今日来てないドラマがいるんですけど、はいはい、彼らとね、北海道に旅行行った時に、旭山動物園、面白いところ、はいはいはい、あそこでなんか白フクロウ大きなやつを初めてそれを見て、ね、あ、ちょっと面白いなと思って、目が合っちゃったらこうずっと見てるんですよね。それわかるな、なんか、ね、こんな髪型してるから怪しいやつみたいな。ああ、そういえばなんかちょっと似てるよね。おい、俺袋ということで、このアルバムがね、これ、はい、今動画も撮ってますけども、アウルズ、出ましたけどもですね、はい、まあ、この、中からね今日はご紹介したいということで、お招きしていますけどもですね、まず1曲聴いてみますか。トラック2でいいですかね。はい、2曲目、これタイトルなんでしょうか。僕の彼女はサイボーグ。僕の彼女はサイボーグ、アウルス。
ということで、これはね、いつ発売になりましたか。CD 作ってやっぱライブでこう売り歩くっていうね、はい、そうなりましょうよね、はい、でも要するに北川さんもまあ過去に前ありますよね。前前科じゃない、前前科じゃないよね、前っていうまあ業界用語で前あるっていうのはまあ過去にそのメジャーでデビューしたことがあるっていうね、はいはい、ことはありましたよね、うん、僕もまあ前がありましたけどその当時は あれですか、大神ゴーって、大神ゴーっていうね、やってましたね、うん、やってましたよね、曲を作って、まあまあバンドっていうよりはまあ本当ソロ活動、ソロ、だからあの当時何年ぐらいになりますかそれ、80年、83年ぐらい、うん、最初コロンビアレコードだったんですけど、あ、そうですか、そっからソニーに移籍みたいな感じで、あ、そうなんだ、うん、だから大神ゴーっていう名前知ってるもの、なんかそうですかね、うん、なんか僕80年とかにデビューしたんですけど、はいはいはい、アナイピックだったんですけども、なんかね、知ってる知ってる、うん、それでね、それがあなただったんだ、そうですね、でも6年ぐらいかな、本当 それで活動してたのは、あ、そうですか、ね、その当時は割とロックギターでロックボーカルっていうのはそんなに多くなかったでしょ。そうですね、あんまなかったですね、なかったよね、うん、エレキを持って歌うっていう人は、そうでしょ、うんうん、なんかね、だからすごい、すごい印象に残ってるんだよね、エレキを持って歌うとチャーチャーチャーとかね、ね、イメージとしてはそれ、ね、あ、はいはいはい、まあそういうね、うん、そうね、そういうのもありましたけどね、うん、ということでですね、今日はね、アウルズのお二人、ドラムの方はちょっとあれですか、今日は都合があれでね、そうですね、ドラムがなかなかこのスタジオに入れないからさ、あ、そうですね、そうそう、まあ、要するに花本とかああいうもんじゃないと ね、はいはい、ね、今日は赤井君もねベースアンプ持ってきてくれてね、はいはい、昨日大変だったね、なんかね、昨日夜まで、昨日もみんなでちょっとね、はい、騒いでたんでね、ちょっとまだ酒が若干残ってますけど、あらら、あ、ほんと、はい、飲みました、みんなね、北川君も来てくれて ね、楽しかったですね、楽しかったです ね、 あれね、もう二度とできないかと思ったけどね、はい、あの後ろミーティングね、はいはい、エイジアで楽しくやりましたけどもですね、はい、また次回はね、ある、まあ、7月にね、はい、やりましょうね、よろしくお願いします、うん、7月また、松下さんも来てくれてね、そうです、昨日菊田俊介君とトミーが来てるんですよ、そうそう、ハワイからね、トミー、この番組にもね2人とも来ていただきましたけど、うん、ブルースのね、一部は六本木、二部は中野坂上、中野坂上、ね、ドキドキして行きました、中野坂上はなんでドキドキして行くわけ、いや、ドア開けるとね、ものすごい人がいたからびっくりしましたよまあね、うん、いろいろね、そういうのも繰り返してね、積み重ねですよね、ということでね、今日はね、アウルズのお二人ですけども、ファックス、じゃあ僕の方からご紹介しましょうか、はいはいはい、春らんまん、金尾芳郎さん投げ銭 FM 音中ということでね、これは、投げ銭 FM ということはチャーリー佐藤さんでございましょうね、春らんまん、皆様こんにちは、アウルズの皆様こんにちはと、こんにちはね、昨晩は中野坂上で狂い咲きの金尾さん、何でしたっけ今日はまったりのんびりと喉をいたわってあげてくださいねというね、ということでリクエストはいたしませんと、のんびりとお願いいたしますというね、佐藤さんの優しい言葉、これ投げ銭こう来てますけど ね、 すごい使えないんですけどね、これね、チャーリー佐藤さんのね、これあんまり動画でこう映せなくなっちゃったんだけど、これチャーリー佐藤さんのね、こう投げ銭でね、今の懐具合が分かるのよ今日すごいよこれ、今日はこれ持って 1,2,3,4,5,6,7,8,10 万、わすげえ、10万来ましたよ、ね、過去最高ですよ、過去最高、ちょっと後で電話しますからよろしくどうぞみたいな投げ銭ライブとかやったこと 俺あるんだけど、はいはい、
あ、たまにやりますね。嘘嘘、うん、やりますやります、うん、僕らもこの間もバンドで、バンドで、そうですね、バンドですね、うん、まあ、ちょっとアウルズとは違う形なんですけど、まあ、それは何、アウルズと違う、あ、まあ、もう一人ギターボーカル、違うギターボーカルが入ったりとか、我々プラスアコースティックとかではないんですけど、まあ、こういう感じでドラムもなんかスネアドラムだけ持ってきて、あ、それもいいね、うん、そう、ちょっと変わった感じでやって、それはなどんな感じでやるんですか、歌をやるの、オリジナル、いや、カバーとか、まあ、カバー中心にやるときもし、オリジナルやるときもあるし、その時なんか思いついたものを、あ、それは自由でいいですね、うん、それは何、どんなののカバーやるの、ね、この間は僕はね、山口富士雄のカバーやったりとか、あ、なるほどね、うん、やるんですけど、まあ、あからそういうのからこう坂本九みたいなの、あ、そういうのもあるの、やったりとか坂井正明とか昔の、そうなの、あ、やっぱり世代がね、そういうのはちょっとね、やる時もあるし、なるほどね、あの、いいですよね、なんかほら、そういうデビュー当時って僕もそうだったけども、なんか型にはめられたようなね、そういうのが、ね、堅苦しいことあるじゃないですか、苦い思い出ですか、そうでしょ、お互いにあるもんね、苦い思い出がね、制約がね、いろいろ、だからね、言わなくても分かるよね、なんか、うん、なんか自由に、もっと自由にやろうよみたいなね、じゃあ今が楽しい、そうですね、いや、ほんと楽しい、俺も、ね、そんな感じですよね、うん、なんかね、自由に、俺らの頃っていうか80年とか70年代後半ってなんか割とフュージョン系とか、そう、ね、ああいうのが流行った頃だったので、うん、割とお利口さんなのよね、うん、ラジオ局回っても80年代だとディスコブームとかなんかね、そう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 、なんかね、だからね、で方言が僕九州だからあるんで、ラジオがもう嫌になった時あったわけよ、うん、一回頭の中で整理して喋んなきゃいけなかった、キャンペーンで、でバンドはそのままね、乗り打ちで、まあバンド、各地方行ってやるんだけど、うん、昼間は僕だけラジオに出るのよ、うんうんうん、で NHK と FM とこ回ってでやるんだけども、その時にやっぱそういう一回変換してやんなきゃいけなかったから、喋るのが嫌になっちゃって、あ、北川さんも、うん、当時そうですね、やっぱラジオとか地方に行くとね、やっぱね、うん、あるんですよね、ラジオ番組、うんうんうん、まあ10分ぐらいの番組なんですけど、うん、ブースに入れられて一人で、はいどうぞって、うん、いきなり喋るのみたいなMC 得意じゃないしなみたいな、あ、一人きりって結構ね、ね、いやだからもう3分が長いからね、じゃあ10分なんて長いですよね、あ、10分じゃない、3分ぐらいだったと思います、多分3分がね、それが30分ぐらいに感じるぐらいな、ね、アナウンサーのごとく喋るとか言われたらね、そうですよね、嫌になっちゃう、はい、いや普段から喋る仕事じゃないのに、うんうん、そうそうそう、でもね、なんか俺10年も11年になるからね、はい、あ、これね、なんも楽しくてやってるから、あ、やっぱそれが一番ですよね、そうそう、それであとほら失敗しても、はい、なんかね、腹切れとか言われないし、いや、なんかね、失敗をあんまり恐れなくなっちゃったので、なんか楽だよね、あ、うん、で、なんか歌ってりゃいいわけじゃん歌ってりゃいいわけじゃん、そんないいわけじゃない、言い方、言い方、いや、でもね、調子が悪い時とか歌いたくない時とかあるけど、でもそれはね、ほらリスナーの方がよく分かってらっしゃる、こう、はいはい、佐藤さんもそうだけども、そうですね、ね、いたわってあげてくださいっていう、はい、あ、いいですね、ね、声を聞いただけで分かったのかな、そう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 、疲れてるってね、うん、愛されてますね、もう青で分かりますから、青で青で青で、青で、そうそうそう、ということでね、松下さんの方からちょっと、はい、じゃあこれはね、はい、博多のメキさんからいただきました、博多まで届いてますからね、皆さんこんにちは。うん、雨は降ってないけど太陽が見えない博多です。あ、曇りなんだね。先週も金玉は楽しかったですね、はい、そして金尾さん、うん、昨日のライブお楽しみ様でした。はい、ありがとうございます。今週のゲストは金尾さんのライブのサポートベーシストの赤井さん、うん、よく博多まで鳴り響いてるの、ありがとうございます。赤井さんも在籍する、ね、金尾さんは名前忘れるけどこの方です高次郎さんですよ、はいはいはい、アウルズの皆様ですね、うん、初めましてようこそ、うん、ライブの動画を拝見しましたが、はいはい、言葉は汚いのですが、うん、メタルなんてクソくらいな感じのロックが良いですね、うん、まさにおいらの好みと一緒で、気持ちよかったです、うん、まあ心配なことといえば、バンド名から昼間の行動が苦手っぽいから、うん、きちんと頭が起きているか、心配ですねって。あ、なるほど、あまり起きてないですね、起きてないですね。今日は素敵
な午後のひとときをすっきりした頭で楽しんでくださいね。リクエスト、アウリズの皆さん、うん、赤井さんが語るように歌う曲も気に入りましたが、ありがとうございます、うん、好きな曲をやってもらいたいです、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。カナオさん、チクホーブルース、パリンエンジェルだけど何でも OK です。もう、ま、喉がさ、ちょっと悪い時はお前、ね、もうさらっと歌うような曲をリクエストせんかいお前。いや、何でもさらっと歌わんかいって感じ。で、まだありますよ、はい、月曜日に宇崎竜斗さんのステージを体験しましたが、カナオさん以上に妖怪で73歳とは思えない声量でした。でも73歳ですからね。そして昨日は辻しおんちゃんを体験しましたが、うん、たった一人で強烈にハッピーオーラを放ちまくった素晴らしいステージの曲でした、うん。辻しおんさんっていうのはね、あのウォッカというバンドの、まあ、辻くんのね、お嬢さんね、あ、なるほど、あのしおんちゃん頑張ってますよね。しおんちゃんギター一本でね、あの一人で、ね、頑張ってる、うん、頑張ってやってますよね。この間ね、僕は新井武さんと一緒のステージになりましたけども、宇崎さんのね、はいはい、ダウンタウンブギーバンド、うん、歌ってましたね。うん、新井さんもそうで、新井さんベース弾いてもらったのよ、この間。ほうほうほう。それでエディ・バーンさんとかもね、はい、いらしてね、やらせていただきましたけどもですね、新井さんも元気がいいけど、宇崎さんはね、まだ僕お会いしたことないのよ。でもね、エピックの時にね、新井さんも宇崎さんも僕同じレコード会社だったんだよ。ちょうどダウンタウン解散して、それでソロだった両方とも、うんうん、その時に宇崎さんもいたのよね、へビクソニーね。73歳すごいですよね。すごいですね。73歳かね、素晴らしいよね。元気が一番ですよね。そうそう、エディさんもね、うん、この間そう、お会いしましたけどね、エディさんに会って、エディさんなんか来れないっていうね、噂ちょっと聞いてたんで、はいはい、聞いてたんだけども、道で会ったのよ、ええ、会場の入り口のとこで、はい、でエディさん入院してたんじゃないのって言うの、バカ野郎来てるじゃねえかって言われてね。またね、お元気、この番組にもね、来ていただきたいですけどもね、うん、はい、素敵でしたけども、ミック君も本当音楽好きでね、やっぱこうやってね、アウルズって聞いたらね、すぐやっぱ調べてくれる、ね、調べるんです。ああ、ありがとうございます。過去の動画から。そうすると、はい、博多の人たちもね、これ聞いてなんかわかるじゃないですか。はい。そうそう。最初はね、エリアが狭いんで、なかなかほら伝わりづらかったんだけども、まあ初めて4年ぐらいだって、サイマルラジオとか、携帯で聞けるように、うん、リアルタイムにね、全世界で聞けるようになったんで、最近やっぱ海外の方もね、聞いていただけてるんでね。すごいですね。うん、ありがたいですよね、うん。で、こうやって動画も撮ってね、はい、くれても、はい、ずっと立って撮ってるんよ。いや、もう大変です。大変なことですよ。うん、ね、本当に。うん、本当に。ね、でもね、そういうことがあるおかげでね、皆さんこう聞いてくださるんで、はい、で今日もぜひね、アウルズの皆さんね、ご紹介したかったんですけども、ね、どうしましょう、 CD かけるか、生でやるのなんかね、これリクエスト、あ、リクエスト、な、岡井さんが語るように歌う曲も気に入りました。それ好きな曲、うん、はい、好きな曲をやってください。僕の、じゃあ僕が一曲歌ってる曲ありますんで。あ、そう、歌ってんの、歌ってます。あんた、あんた聞いてないだろ、聞いてないんだよ。思わず出ました。これマイクじゃあ上げよう。あ、そう。その曲から行く？まあそうですね。じゃあ、せっかくなので、うん、はい。じゃあ行きますか、名前。はい、じゃあ行きましょう。タイトルは？タイトルは、乱反射。乱反射。はい。誇る甘い嘘、誰
は一斉に鏡の前に列をなし、赤青紫色とりどりの言葉でもって互いのことを褒めちぎっているんだけれども、ああ一瞬先は闇、ぽっかりと口を開けず奈落の中にいくら手を差し伸べようともそこには誰もいねえのさ、僕ない歌をいいじゃないのね、歌うんだね、はい、歌うんですよ、いや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 、いつもね僕の バンドやってる時はねコーラス、コーラスがまた高い声が出るからね、うん、あなた、うん、そうなんですよ、高い声、俺もキー低いんで割と低いですね、うん、いやでもそうでもないんじゃない、いや俺もねそんな低くはないんだけど、うん、その上のコーラスなかなかやる人いない、ね、そういないんですよね、うん、ねえ、しかもさ気がついた時には回ったりするんだよねそうベース弾きながら回るんだよ、素晴らしい、今日は椅子だから、ね、椅子でも回るいやだから俺、ま、昨日も喋ったけど、はい、前で歌ってんじゃん、前見て、はいはい、あなたが回ってるとこが分かんないわけ、ああ。え、どっか後半ぐらいでなんか回ってるんだよね、一回見てみたいんだよね、まあ、だから何回転ぐらいするのやっぱり普通に1回転する、3回転とか3回転半を目指して3回転半ぐらいやっぱりしないとさ、はい、ということでね、最近は、はい、そうですね、赤井君素晴らしいね、歌、ね、歌っていただきましたけど、やっぱ迫力あるよね、なんかね、そう、なんかこう、ありがとうございます、うん、生でね、ね、初めて、あ、そうですね、ね、はい、うん、迫力ある、うん、どれぐらいですか、もうあのバンド始めて、このアウルズ、アウルズは3年ちょっとぐらいですかね、うん、あ、そうなんだ、それぐらいです、それまでは赤井くんとかどう、まあそれまでは自分のバンドを、折れたよ。折れたよ。ちょっと待って。ちょっとさ。事故。ちょっと待って。
これまずいな。じゃあ待ってます。くるくるに回せば、うん、これ回せば、はい、ちょっともうちょっといいです。これちょっと、はい、これをね、あ、じゃあ喋っててください。私が回します。ちょできる、できます。ほんとこれできないかもしれない。ね、ちょっとトラブルがありました。発生、発生しましたね。生で、生で、生ではの、これで OK かもしれない。 OK です。大丈夫ですね。回ってマイク回してどうするの。赤井さんが回ったって。もう生放送ってね、何があるか分かんないからね、これ面白いから。あ、折れたよみたいな。何が折れたんだろう。見えてないから何が起こったか分かってないですからね。りました。あ、大丈夫です、大丈夫です、はい、ありがとうございます、そうですね、はいはい、あ、そうそうですね、まあ、うん、昔は自分がベースボーカルのバンドやってたりとかしてまして、うんうん、あ、そうなんだ、もともとじゃあ歌ってたんだ。そうですね。あ、そう、はい、その時はやっぱオリジナル。そうです。へえ、はい、そうなんですか。で、その時はあのハモンドオルガンとベースとドラムの3人で。すごいね。ギターいないバンド。ギターファッチみたいな。うん、そう、ね。あ、そうだね。はい。へえ、そうなんだ。そんなことも昔やってました、ね。すごいね。やっぱりびっくりしましたけどもですね。で、北川さんの方は何？どんな感じでずっと来たんですか？最初はだから、ライブハウスですよ。バンドの僕はギタリストだったんですよ。もともと全然歌はね、歌うとは思ってなかった、全然。これがそのデビュー前。そうです。あ、ずっとギターでだからバンドに入ったり、はい、もう曲は書いてたりしたんだけど、うん、歌を自分が歌うなんてことは、まあ、コーラス程度は取ってたんですけど、まあたまたまこうリードボーカルが喘息で入院しちゃって、うん、ライブハウスが穴開けられなくて、うんうん、じゃあ他のメンバーで代わりに歌うみたいなのが、それが最初ですね、歌。あ、もともとギターリストだ。そうですね。そうなんです、うん、あなたでも息子さんがね、ねあ、ここが話す。ありがとうございます。まずい、まずい。全然大丈夫ですよ。ねえ、その時初めてね、行きましたよね、どっか。あ、吉祥寺のライブハウス。GB だ。はいはい、そうそうそう。その時に、誰と言ったんだっけ、一郎さんが主催してる、ね。一郎さんが主催のなんかこう、ね、若手のブルースマン、うん、ブルースロックの人とか、ね。あ、そうかもしれない。大久保ショッカちゃんとか、そうそうそう、その辺が出てたんじゃなかったかな。あ、そうだね。その時息子さんね、バンドで。そうですね、クォラムってバンド。クォラムのね。まあハードロックって言ってもちょっとブルースがかった、はいはい、ホワイトスネークとかね、昔のああいう感じの、なんかでもね、そうだね、そういう感じ、うちょっとブルージーなね、素敵なバンドですよね。いや、よくその年齢でそういうの好きなやつが集まったなと思って、ね、すごいよね、渋いの、うん、はいはい、ね、4人ちゃんみたいだった、うん、いや、だからさっきの辻しおんちゃんじゃないけども、うん、今やね、そういう親子っていうかね、2世がね、2世の時代かも、ね、うん、そういうのあるかもしれないけども、うん、もうね、親さんも今頑張ってて、でも親父さんたち頑張ってください。でもね、しょうがないよね、これはね。もうでも親子で一緒にバンドやったりするんでしょ、また。あ、そう、この先月横浜アンクラブセンセーションで、はいはいはい、そこで素晴らしい、ね、年に1回とか、まあ、去年はできなかったけど、まあ、うん、できる時、集まれる時に、昔一緒にやってたドラマーの息子がまたこうベーシストだったりとかして、うん、まあ、あれ光くん、光くんクラセンで、あ、そうかそうかそうか、ね、いますよね。あ、お父さんと知り合いだったの。そう、一緒にバンドやってたんですよ。そうなんだ、はい、それでダブル親子でやってるんです。そうです。ドラムとだからベースのやつ。いいね。面白いですね。で、バンド名がなんだっけ、ジェネレーションギャップだっけ。あ、それは違う。また違うんだよ。ジェネレーションギャップ。違うね。それは違うだろう。じゃあファミリー、パンキーファミリーセッションっていうタイトル。楽しそう。あ、本当。それも楽しいね。なんかね、そういう感じでね、今日はアウルズのね、お二人。お見えになってますけども、今後のねライブスケジュールはいかがでしょうか。はい、じゃあ、どういう感じですか。まず一番近いと、うん、今月の29日の金曜日に、はいはい、このレコ発ワンマンというのを、はい、あ、これレコ発なんですね。はいはいはい、はい、まあレコード出てから、CD が出てからライブはやってるんですけど、うん、特にそのまあ自分たちの企画とかじゃなくてね、うん、出てたんで、うん、じゃあ改めてこのなんか自分たちの友達とか呼んで賑やかにやりたいなと、うんうん、それを高円寺のペンギンハウスっていうお店で、高円寺ペンギンハウス、はいはいはい、3月29日、
3月29日、はい、金曜日、これが金曜日ですかね、8時からやります。3月29日ってラジオの日だね、はい、あ、そうですね、あ、そうですね、うん、そうなんだ、ちょうどちょうど、そっか、来週だ、来週ですね、今日ですね、はい、3月29日、日です、はい、もう一度ちょっとなんか、はい、ファックスかなんかありますか、3月29日これペンギンハウス高円寺ですね、はい、レコ初ライブ、はい、アウルズワンマンということでね、はい、これ何時ぐらいから、8時スタートです、ね、8時スタート、はい、楽しみですけどね、はい、ぜひよろしくお願いします、その後はね5月11日これ獅子王、はい、菅野ですね、菅野の、はい、はいはいはい、これは何バンドか出る感じになる、そうですね、はい、それはもうあのお店の方でいつもブッキングしてもらってて、あ、はいはいはい、はい、いつもでも結構いいバンドは出てきてくれるんで楽しみですね、獅子王、5月11日4月じゃない、あ、じゃあ4月です、ね、これ間違ってるね、あ、4月ですね、4月の11日ごめんなさい、4月11日、はい、うん、4月ですね、はい、あと何かありますか、25、あと4月の25にあの大久保の光の馬っていうところで、これはまた高円寺の知り合いの企画なんですか、ね、そうです、友達、僕、まあ、僕らみんなの友達のバンドと、うんうん、それから韓国から、うんうん、2バンド、ロックバンド、はい、ロックバンドが、あ、そう、はい、遊びに来るので、はいはいはい、その方たちと一緒に、ああ、そうですか、はい、やります、はい、光の馬、馬、うん、僕らも初めてだ、そうなんです、初めてなんです、そうなんだ、はい、面白いね、これもね、これ大久保ですね、はい、これ4月の25日っていうになりますね、はい、皆さんお楽しみいただきたいと思います、はい、今日はね、アウルズ、アルバム出ました、レコ初ライブということで、あ、ペンギンハウスはね、ぜひね、はい、大盛況、願っておりますけども、あ、ありがとうございます、俺も時間あったら、あ、はい、はい、ぜひ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 、遊びに来ていただければ、あーとは言っていい、いいです、もうお願いします、レコード買ってよーみたいなただの酔っ払いじゃねえかこれは。アウルズ。アウルズ。ということでね、今日はね、本当に生演奏をね、なかなかドラムレスとかっていうのはやりづらいかもしれないけども、全然問題ないよね、なんかね。まあもうね、二人のなんかね、息がぴったり。声もなんかね、すごく合ってますね。そうね。そうですか。うん、声合ってるね。ありがとうございます。ということでね、もう一曲、はい、生演奏、今日はね、お楽しみいただきたいと思います。どういう曲にしましょうか。じゃあ、ムーンレットライブやろうかな、はい。ちょっと待ってね。はい。ちょっと、これここだけこう回らないんですね。あ、そういうこと回さないといけないんだ。ちょっと待って、ごめんなさい。大丈夫です。ちょっとね、いろいろトラブルが今日ありましたけども、申し訳ないですけどね。じゃあ行ってみますか。はい。これは回んないな。こっちを期待した方がいいですか。すいませんね、こっちとかあっちとかって言ってね。これはちょっと回すと危険かもしれない。はい。というね、はいはい、行きますか。じゃあ、無理です。はい。はい、
からっていうことでね、ねえ、イエイ。いやいい感じではないですかね、これ、ね、ムーンライトドライブ。はい。ね、今後のまあその予定というか、はい、ライブ活動それぞれなんかいろんなことも やってるんですかね。そうですね、アールズ以外もそういうセッション的なこともやったりとか、はいはいはい、まあ、もう一個ね、韓国の、あ、はいはい、僕韓国で活動してる、活動したりとか、はい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 、コプチャンチョンゴルっていうバンドが、あ、はい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 、ありますし、割と年に何回か来日されるんですか、それは。はい、はい、そうですね、来日もします。まあもともと日本人が向こうに住んでますんで、まあ、はいはい、で日本に帰ってきた時とか、うん、あとは僕らが、うん、僕とあのドラマの伊藤浩喜氏が一緒に、はいはい、向こうに行って、ま、な西日本マンダムとか、ね、はい、マンダムの、はいはいはい、伊藤さんと二人で行ったりとか。あ、そうかそうか、そうか、はい、じゃあみんなこうどっかで繋がってる感じです。そうですね、そう、だから赤井くん、僕は知り合ったのはその佐藤幸恵くんを通じてで、そう、さん、あのコプチャンチョンゴルのリーダーとボーカルギターと昔からの知り合いで、はい、あの、そうですね、あ、そうなんですか。でライブたまに見に来てくださってたんですよ、うんうんうん、で知り合いにはなってて、うん、ある日たまたまこう飲み屋で会って、うん、赤井くんバンドやんないって言われて飲み屋でスカウトされて、うん、はい、それで始めたって感じ。大体みんな飲み屋でスカウト、ね、はい、多いですね飲み屋しかない、ね、ないもんね、はい、そうです、そう、なんでそんな飲むかなとか思うね、もう大概やめようよ酒俺に言われたからということでね、あ、お便りもよろしくございましょうかね、はい、よろしいですね、はい、今日は、あとなんか僕の方の宣伝ありましょうかね。僕の方の宣伝は、30日ですね。今月30日でしたっけ。上岡クラークスデール、はいはい、投げ銭で。クラークスデール。はい。はい、上岡ですね、初めてのところですね、はい、これあの僕家の渡辺武史と、はい、松下俊美、金尾志郎っていうのね、はい、3人で伺います、やりますけどね、よろしくお願いします、ということで、まあ、4月はそれぞれなんかいろいろあるんで、僕もね、あの九州帰ったりするんですけども、はいはい、そうですね、それもね、九州も楽しみですけどもね、あのちょっとこうチラシが、あ、できました。またそれはね、あのライブでお知らせ、あのライブっていうかフェイスブックなんかでね、あのお知らせいたしましょう、はい、なんか俺歌おうかや今日ちょっと荒れてるけど、大丈夫ですか、大丈夫、大丈夫って自分で言ってもこれ一応、ギターミキさんからの、うん、あ、ミキさんからリクエストじゃあお答えしましょうか、なんか一緒にやりますか、はい、バニエンジェルやりますかね、
しげも何であまり笑顔に隠れた喫茶と後悔のジャングルは今夜も ということで博多のミキさんのリクエストの答えしましたファニーエンジェル。昼間からまあこんなどんちゃん騒ぎしたらいかんよね。昨日の続きみたいな、ね、生欲しくなります、うん、アンコール2日にわたって。でもこれ生を演奏とかをするね、はい、あの番組って、はいはい、十数年前はあんまりなかったのよ。あ、そうですか。そうかもしれないですね。でもね、はい、生演奏楽しいでしょ。楽しいですね。もうそろそろ時間だよ。あっという間でしょ。あっという間ですね。そうすると早いですよね、時間ね。喋ってると長く喋んなきゃいけないとか思っちゃうと ね、はい、あれだけども、うん、ね、演奏してたらもう 4,5 曲でもう1時間ぐらいね、本当ですね、うん、もう経つよ。経ちますんですよ。楽しいでしょ、はい、ラジオどうでしょう、はい、また来週も来ていいですか。毎週の大騒ぎするの。それやる方は楽しいだろうけどね、はい、まああのね、それが一番かもね。そう、うん、聞いてる人も楽しい。 そうですよね、うんうん、松下さんいかがでしたか。今日はあの赤井くんが歌うの聞いてちょっと感動したよね、うん、本当ですか、うん、あ、ありがとうございます。もちろん北川さんはね、はい、北川くんはやっぱこうあのメジャーな声してるからね。いや、声にメジャーってのあるの。ああ、そうですか。絶対あるから。本当ですか。本当マイナーな声ですか。いや、こうずっとこう。いやいや、メジャーっていうか、マイナーじゃないんだけど、はいはい、やっぱね、なんかこう、ロックだね。ああ、あの、なんかね、中心がきちっと決まってるっていうか。あ、うん、う、俺がね、今中心ずれてんのよ。腰が悪いから。だからそれをちょっとやり直さなきゃいけないんだけども、やっぱ中心があるっていうのはね、伝わるよね。そう、うまいとか下手とかの問題じゃないよ、はい、こう伝わるかどうかよ、はい、うん、それはすごいな。いや、すいません、偉そうなこと言いました。ゲストに対して、あ、いや、すいません、あの、ね、ゲストに対して楽しかった、うん、楽しかったけどね、うん、でもなんかまた一緒になんかできればね。そうでした、そうですね、ぜひぜひ。うん、学生時代俺この間なんかちょっと酒飲みながら話したけど、はい、あのフリーとかやってたのよ。おお、いいっすね。やりたい、やりたい。僕はそうですね、 SG ベース、昨日使ったやつ、あー、あれね、はい、あれもいいよね、なんかね、はい、あれ、はい、うん、すごいよね、うん、あなたしかし、あのベースもね弾きながらそんな歘う人少ないじゃない、はい、あ、そうっすかね、うん、あのポリスのね、うん、あ、そうです、スティング、スティング、僕ポリス大好きでしたね、やっぱり。あ、そうなんだ、はい、へえ、そっかそっか。さあ最後に1曲ね、じゃあ、はい、あの CD からお届けしましょうか、はい、最後になりますけど、途中になるかもしれませんが、この曲のタイトルは何曲？5曲目、はい、5曲目ですよね。あ、ソーラーダンス、ソーラーダンス、はい、じゃあお届けしましょう、はい、アウス。
かっこいいナンバーですね、これね。もうますますね、あの素晴らしいアルバムできました、アウルズ。これアウルズってタイトル、そうですね、タイトルは特についてない、まあ、ついてないファーストっていうことでアウルズっていう、アウルですね。これはあの素晴らしい CD 仕上がってますけどもね、ぜひあのお求めいただきたいと思います、ね、お願いします。これおいくらですか。1000円で、1000円なの、何曲入ってんの。5曲しか入ってない、5曲か、まあ、ミニアルバムなんで。これ素晴らしいですね、でもね、まあ、あのお求めやすいと思いますよね。何枚作ったのプレス。いや、そうですか、5万枚ぐらい。5万枚じゃないの。もう5万枚こうなっちゃいますから。そう、あれ作ったらさ、自分のところに、いや、あのメジャーな会社だったらさ、会社の倉庫にくっつくけど、自分のうちにつくじゃん。手売りだとね、もうあれがね、すごいよね、大事件ですからね。ということでね、まあ、あっという間の1時間でしたけども、はい、今日はアウルズの、あの北川剛さんと、あの赤井浩二郎さんね、ベース、はい、ギターベースとね、あの来ていただきましたけどですね、またあのよかったら来てください。ぜひぜひ、ぜひ ね、はい、ね、あの楽しいバンドアウルズ、よろしくお願いいたします。レコーツライブ、これが29日ですね、3月29日、あ、来週の金曜日ですね、はい、ペンギンハウス公演です、ね、お楽しみいただきたいと思います。また来週お会いいたしましょう。お会いいたしましょう、松下としみと、はい、金尾義郎でした。来週は金玉ということでね、はい、あの桜田君また登場ということでね、動画の皆さんもありがとうございました。 See you next time。あの人は今は